はい、こんにちは、ニャです。ってことで今日はですね、オールマイトファスカで超重力破壊やっていこうと思います。皆さん、オールマイトファスカ知ってますか？昔にね、流行ったリーダーでですね、調べたんですけど、3年前です。ヒロガコラボが初めて来たのが3年前で、まあ、そこでコラボ来てると思うんで、2020年ですね、にオールマイトファスカ誕生しております。めちゃくちゃ使ってましたね。もう難しいダンジョンは全部オールマイトファスカで行ってたってぐらいに使ってました。まず、キャプテンマーベルで、まあ、簡単そうなダンジョンは行って、で、勝てなかったらオールマイトファスカ使うみたいな、そんな感じでね、使ってましたね。あとね、まあ、2020年で言うと魔王チャレンジですね。魔王チャレンジが来たあたりにオールマイトファスカ輝いてた気がしますね。はい、あの最初の方ね、表の魔王チャレンジの方でオールマイトファスカ使われてたような気がします。はい、私もね、チャレンジしたんですけどね、その時は無課金だったしね、もちろん YouTube も1年しかやってないからね、 YouTube 始める2年前なんで全然勝てなかったですね、魔王チャレンジって感じになっております。あ、1000人だったよね。あとね、はい、難しかったですね、魔王チャレンジっていうオールマイトです。はい、さあ、でね、まずは性能から確認していきましょう。はい、オールマイト、バインド指、暗闇完全耐性、スキルチャージ 7C4 つですね。あー、なんか冬超覚醒につきそうですね、こいつ変身キャラだけど。で、8ターンのスキルで4ターンの間防御力0、4ターンの間自分と攻撃力、自分と攻撃タイプの攻撃力が2倍ですね。はい、これね、まあ自己違反ついてるのは一回ね、2022年にね、復刻してますから、その時にまあ強化入ったって感じですね。オールマイトファスカ自体は3年前だけど、オールマイトは一応復刻してるから強化入ってます。はい、でリーダースキル攻撃タイプの全パラが2倍、7コンボ以上で攻撃力が上昇12倍で、最大12倍と。で、4色以上同時攻撃で半減2コンボ加算ですね。あ、2倍半減持ってて、しかも火力も24倍あるんですね。全然環境で戦えますね。はい。で、スキルもまあ8ターンのスキルだけど、スキルチャージあるから、まあ4ターンで溜まりますよって感じになってますということですね。はい。で、変身前こちらですね。ボイスのみ。うん。で、15ターンのスキルで変身と。まあ、変身は軽くていいね。スキルないけど。はい。オールマイトでございました。そして、はい。相方。相方はこちら。はい、ファスカです。いやー、ファスカもね、もうこの顔が懐かしいもんね。バインド封印 7C、スキブ2個。18ターン変身で76リーダーなんですよね。画期的でしたね。もう何でもかんでもファスカ相方にしてた時期ですよ。3年前なんて。もう大体何のリーダーでもファスカ相方にしとけば勝てちゃうよ、みたいなね。はい。もう攻撃タイプみたいなファスカと思えって感じでした。はい、こちら。変身後はこちらですね。このリーダースキルがね、76から普通のスキルになるのが当時めちゃくちゃ画期的でしたね。攻撃タイプの HP が2倍。で、攻撃力と回復力が4倍。8コンボで軽減7倍ですね。はい。火力自体は28倍ですね。まあ、ファスカもね、ちゃんと強化入ってますからね。はい。あ、10周年でファスカ強化入ったのかな。なので、まあ、どっちもね、オールマイトファスカ強化入ってるんですよ。はい。今回はですね、3年前のリーダーだけど、両方とも強化が入ってる珍しいパターンですね。はい。で、バインド封印 10C2 つ、追い打ち無効貫通指3秒ですね。まあ、10C2 つ覚醒は、もう今ではだいぶヤバめんですね。はい。でも10C2つ無効貫通、まあまあまあそこそこ軽くありますけど、まあ10周年で強化入ってるからね。で、5ターンのスキルで消せないバインド覚醒無効全回復。2ターンの間、指と自分の攻撃力が3倍です。これまたね、自己エンハンスついておりますってことですね。はい。まあさすがにね、軽減率は2倍軽減なんで、まあ、高くはないですが、はい。まあオールマイトファスが戦えないことはないみたいな感じになっております。さあ、ということでやっていきましょう。今回はですね、今ね、流行りの千手やっていこうと思います。オールマイトファスカで千手です。見てください、どうぞ。さあ、ってことで、オールマイトファスカです。やっていきましょう。サブのメンツ、ガラッと変わりましたね。まあ、3年経てばね、そりゃサブも変わりますよ。はい。もう強いリーダーぶち込みましたみたいになってますけど、リュウ・メイ、ウルフ・デイトナ、アブリニア、そしてブチャラティですね。ちなみにこのウルフ・デイトナはですね、ロイヤル・ノーチラスでもいいです。どっちでもいいですね。はい。そんなことあるって思うかもしれないけど、別にどっちでも大丈夫です。火力が出て、で、水属性あればどっちでもいいよ、みたいな感じですね。はい。で、今回4体中3体変身キャラですね。変身していきましょう。はい。で、遅延かけてるんで、1コンボしていきましょうということです。はい。さあ、いやー、結構ね、コンボ加算が今回ですね、リダフレで2コンボ加算のみですかね。はい。まあ、76なんですけど、2コンボ加算のみで、戦時はね、結構コンボ加算が、コンボ減少が多い、あとコンボ吸収も多いダンジョンなんで、今回リュウメイでね、コンボ加算をしていこうという感じになっております。はい。さあ、そしてね、一応オールマイトファスカ、こいつ多色なんですよね。はい。一応、まあ一応じゃないかもしれないけど、なんか、オールマイトファスカって光属性っぱのイメージないですか？はい。あ、なんだっけ、ヌラリヒョンか。ヌラリヒョンとか入れてさ、光目覚めとかしてて、ちょっと光っぽい感じするけど、実はこいつ多色なんですよね。はい。あ、攻撃タイプの全パラが2倍ですね。どっちも2倍。で、4色で半減貼るんですよ。オールマイトはね。だからね、多色なんですよね。これ実はね。はい。なんで、ウルフデイトのが出るまでは、もう変身できるまでは、今ね、これね、水属性がない状態で戦ってますね。はい。なんで、4色消すには、全色消さないといけないってことですね。水は関係ないんですよね。はい。さあ、てことで殴っていきましょう。このパズルもね、あれっぽいですね。アドリっぽいパズルしてますね。はい。
さあ、では削っていきましょう。ね、ウルフデートなんでね、ウェイで火力が出るって感じです。ちなみにこれね、さっきも言ったけど、ロイヤルノーチラスでもいいけど、ロイヤルノーチラスの場合は L 字になりますってことですね。はい。さあ、ってことで2階層です。2階層も殴っていきましょうね。はい。まあ、ギミック対応とかは普通に軽くしてもらえばいいよって感じですね。はい。あ、で、オールマイトマスカね、あとね、強いですよね。まあ、オールマイトのスキルは、まあ、ちょっとエンハンスだから。エンハンスループ、まあ、最近は使われてないからだけど、ファスカはやっぱスキルが強いですね、今でも。はい。今でもなんでこいつこんな、まあ、ずっと使われてたからね、ファスカなんてね。はい。76リーダー。でもほんとなんか私その頃 YouTube やってなかったけど使ってみたらみんなファスカ使ってるイメージあったね。なんかとりあえず新キャラ出たらファスカと合わせとけば勝てるでしょみたいな感じだった気がします。だったよね。私はそうだった気がしますね。はい。3年前なんでね、もう本当に普通にただパズドラやって、まあ、YouTube はなるとも思ってなかったから普通になんか動画見てましたね。スーさんとかのファスカ使った気がする。はい。よしってことやっていきましょうね。さあ、はい、これでね、水属性つきましたね。第三属性まで持ってますからね。何それって持ってます、多分、オールマイトも。まあ、オールマイトはでもあれかな。結構別の携帯で使われてるから。はい、最近、構成チャレンジとかでオールマイト大活躍しましたからね。はい。まあ、久々に見たなって感じはないけど、こっちの携帯見ないよね。もう一個の究極進化の携帯よく見ますよね、って感じですかね。はい。さあさあさあ。まあ、ってことで殴っていきましょうね。まだ2階層ですけどね。さすがに76で多色パズルだと時間かかりますよね。だからね、私もね、そんなにオールマイトファスカ、常用してたわけじゃないんですけど、まあ、なんか、単独のね、汎用パは、マーベル。キャプテン翼ね。キャプテン翼は、キャプテンマーベルと、あれね、羽川翼の編成を、まあ、汎用的に使ってて、難しいダンジョンね、チャレ10とかは、これ使ってましたね。はい。懐かしいわ。チャレ10、友達と一緒になんかチャレンジしたりしてたな。はい。普通にチャレ10コンティニューしてたわ。はい。その頃の私、懐かしいです。はい。さあ、ってことで、アイウェイクで殴っていきましょう。もう、アトリパズルですね。はい。四つ消しでね、ウルフデートの火力出してくれるんで。はい。さあ、殴っていきましょう。さあ、オールマイトパスかね、火力ちょっと低いんでね、どうやって火力出すかっていうと、ウルフデートの方が火力出すんですね。はい。さあ、ってことで3階層まで進みました。3階層もね、ボコボコにしていきましょうね。はい。さあ、属性吸収、ダメージ吸収あります。ブチャラティですね、属性吸収、ダメージ吸収はね。はい。まあ、ブチャラティも最新のキャラクターですからね、ジョジョコラボだからね。はい。だって、アムリディングもさ、一時期流行ったよね。いつだっけ？勇者シリーズか。勇者シリーズは、初めて来たのかな？なんか、グレオンとか、あとユークスが強かった時代だ。で、ユークスなんてさ、あれ、異形じゃない？あ、ウラシュラか。ウラシュラだわ。はい。ウラシュラが流行った時に、ウラシュラ爆速周回でユークスが出てましたね。あと、フェルルね。はい。うわ、懐かしいわ。いや、めちゃくちゃ懐かしいわ。なんか、フェルルの話になるけど、フェルル私1体しか持ってなくて、いっぱい欲しかったんだけど、出なかったんだよね。で、なんか、ユーコルさんがね、フェルル1体で、なんか、ウラシュラ周回できますみたいな動画出してて、で、奇跡的に組めたんだよね、それが。で、使ってみたら、全く全然うまくパズルできなかったんだよね。ギア改造のルーレット無効貫通パズルができなくて絶望したっていうね、ことがありましたね、私ね。はい、懐かしいな。もうその頃はもう普通にユーコロさんの視聴者だったからね、私ね。はい。今では同業者ですけど。はい。まあ、ってことでね、殴っていきましょう。うわ、懐かしいな。パズドラ YouTube 始める前も結構パズルやってたんですよ、私ちゃんとね。はい。さあ、ってことで突破していきましょう。これね、実はまだ3階層です。はい。4階層ですか、次だからね。はい。結構喋ったけどね。はい。さあ、濃姫ですね。最近よく見ます、君。はい。もう昨日とかね、ずーっとやってましたから。裏千住。はい。長かったっすね。長かった。短かったかな。はい。ずっとやってましたね。小学生に来たら大体ずっとやってるんでね。はい。さあ、で、ファスカで指を伸ばしてと。さあ、はいはいはい。これは雲帯覚醒ですね。はい。追い打ちを消していくということですね。はい。やっぱ、濃姫にはね、この戦法は有効ですよね。はい。さあ、で、ファスカが指を伸ばしてくれてるんで、はい。追い打ちをいっぱい組めますね。ちなみに、ここはね、攻撃する必要ないんで、マジで追い打ち組むだけでいいです。はい。回復取ってきて、回復取って。あ、いいですね。場面もいいですね。はい。さあ、追い打ち3つで雲を消していきましょう。雲帯潜在なんて知らないよね。誰もね。この辺の。誰もつけられたことないんじゃないかな。オールマイトとか何それって思ってると思います。多分。はい。さあ、OK ですね。ちなみに私、ヒロアカも結構追ってますね。なんか、その、がっつりじゃないっていうか、まあ、ちゃんと全部は見てます。はい。見てますね。最新は見てないかな。でも一応、アニメは、まあ、気がついたら、全部見てるよ、みたいな感じになってますね。はい。さあ、最近なんかもう、緑屋が覚醒して、なんか、闇落ちしてるの見ました、アニメで。はい。古いかもしれないけど。はい。さあ、さあさあさあ、はい。はい、OK ですね。いいよ、した。はい。はい、はい。OK です。では、殴っていきましょう。はい、いいですね。さあ、13コンボか。10、15、16、17。は
はい。OK です。で、削っていくと。まあ、いいですね。さあ、やっぱ76パズルで最初だったらやっぱ時間かかるね。やっぱさすがにね。はい。さすがにめちゃくちゃ時間かかりますね。はい。マイナスドロップと。これで終わらせてあげるわ。ってことでね。はい。さあ、これ突破していきましょう。はい。軽減ループね。これで次ですね。マイネクロネムーブっつってね。軽減外して先制ダメージ来るんですよね。だから軽減ループしてるって感じですね。まあ、これも裏でも同じです。表でも裏でも一緒ですね。これね。はい。このギミックね。はい。さあ、では四つ消しでね、殴っていきましょう。はいはいはい。はい、さあ。はいと。はい、いいですね。これで突破していきましょう。よしよし。いいよしと。はい、突破です。ってことで、やっとね、序盤の階層抜けたかな感がありますね。濃姫抜けると、やっと本番かな感ありますね。はい、5階層です。はい。まあ、一回ちっちゃい的階層入るんですけどね。はい。さあ、いきましょう。で、消せない解雇はですね、ファスカで返しましょう。いや、ファスカ優秀だな、マジで強いもんな。スキルターン5ターンだから、普通に今使われてるような、消せない覚醒無効回復とに通用するしね。まあ、10周年で強化入ってるからなんだけど。はい。いやー、いいですね。だから、両方とも今回リダフレに関しては1年以内に強化入ってんのかな、一応ね。はい。はいと、さあ、四つ消しパズルでぶっ飛ばしていきましょう。はいはい。今回ギミック出てなくていいですね。無効貫通とかのね。はい。さあ、削っていきます。戦時はね、ボスね、無効貫通持ってないのがいいですね。あ、残った。はい。さあ、フロストエンハンスと。結構ね、ウェイ組むような編成はね、やめきるような編成じゃないか、関係ないけど、2体敵がいるとね、火力分散しちゃって火力きついなんてことありますからね。はい。さあ、アムリニア撃って、はい。さあ、アムリニアこれ、ルーレット生成とさ、これ、ロック解除あるのめちゃくちゃ偉いよな。はい。大体、ルーレット生成にロック解除なんてないんだけどね。はい。なんかアムリニア持ってるんだよね。はい。はい、オッケーです。よし。いや、アムリニアもさ、結構使われてたイメージあるな、そういえば。3年前かわかんないけど、結構 YouTuber の使ってみたいでアムリニアめちゃめちゃ登場した気がする。まあ、ラフィーネが出る前で、やっぱルーレットって強いんだよね、盤面入れ替えられるから。はい、まあ、今でもルーレットキャラ結構使われてますけど、まあ、当時からやっぱ強いんですよね。無限にルーレット使って盤面いじれるから強かったみたいな感じですね。で、一回ね、ルーレット時代終わったんですよ。なんでかっていうと、ジンループ出たから。ジンループによって、ルーレットの必要性がなくなったんだけど、まあ、またね、今回裏戦時とかが、スキルターンプラス1とかいうね、ダンジョン出したので、またちょっとね、ルーレットループ、また、ちょっとね、盛り返してますが、はい。まあ、そういう目的もあったんかな、運営はって感じしますね、個人的には。はい。また、ジンループじゃなくて、ルーレットループ使えよ、お前って。実際ね、今回の、称号チャレンジ。割と、ルーレットループ使われてますからね。はい。さあ、まあ、最適値はフェルルなんで関係ないですけど。続いて7階層です。7階層ですね。はい。まあ、ここも普通に殴っていくだけですね。はい。さあ、属性吸収はブチャラティか？はい。さあ、はいはいはい。さあ、四つ消ししてと。で、殴っていきましょうね。はい。さあ、こう見ると結構ちっちゃい敵多いんだな、戦術って。もう最近ずっと裏しかやってなかったから。あれだけど。意外と結構ちっちゃい時多いんだな。はい。ちっちゃい時が全部はしょられたんだね、多分ね。裏戦時はね。はい。さあ。で、大きい敵に入れ替わってるって感じなんだね。手応えがあるのはやっぱ裏戦時ですね。はい。で、削って第一の守りと。はい。さあ、身を固めるでね。盾が張られますと。さあ。で、指銀章ですね。はい。ブチャラティを打ちましょう。はい。さあ、で、アムリニアも打ちましょう。はいと。さあ、アムリニアは指も返せるからめちゃくちゃ偉いっすね。マジで。アムリニアマジで強いよね。ルーレット2個作るからパズルがちょっと難しくなるっていうデメリットはあるけど、まあでもメリットあるよね。これはさすがにね。はい。さあ。はい。はいと。よーし。さあ、では殴っていきましょう。はいはい。ブチャラって打って属性吸収も打ててるんで、これで削っていきます。いいよし。はい、突破ですね。さあ、ということで、8階層です。はい。さあ、大きい敵ですね。出ました。モーリです。コンボ現象ですね。で、コンボ現象にね、やっぱ弱いんですよ、オールマイトバスが。2コンボ加算しかないですからね。そこでこちら、はい、リュウメイですよ。リュウメイのコンボ加算ね。はい、リュウメイも最新キャラクターですからね。はい。さあさあさあ。では、殴っていきましょうね。はい、水くんね。はい、キーくんね。キーくんね。さあ、闇組んでと。はい、分割していきましょうね。で、殴っていきましょう。はい、OK です。いい、よし。キュッ、だと。はい、いいですね。素晴らしい、綺麗なパズル。さあ、これでコンボ数が、はい、9コンボ、9コンボです。はい、いいですね。まあ、ちょっと削れてますね。まあ、もともと10コンボ組むパーティーじゃないんで大丈夫ですね。
当時はさ、ファスカが樹脂2個無効貫通で、ファスカが火力枠になってたんですけど、だから10個も欲しかったんですけど、今はね、ウルフデートのが火力枠なんで、いらないですね。はい。さあ。いや、はい。さあ。では殴っていきましょうね。はい。あ、懐かしいな。そうだよね。当時はさ、ファスカが火力枠だったのに、今ファスカ火力枠じゃないもんね。うわ、なんかそう考えるとすごいな。うわ、確かに。確かに。はい。さあ、殴っていきましょう。よした。はいはいはい。だからさ、そうだよね。オールマイトファスカなんてもう、初めて尽くしだよね。これ。だってマイナスドロップも知らないしね。はい。マイナスドロップって何って思ってるだろうな。はい。ってことで突破していきましょう。火力が高いですね。さっき9階層です。はい。またちっちゃい敵ですね。やっぱ裏千住ちっちゃい敵多いな。こう見ると。裏千住じゃないや、表だったわ。はい。表千住かなりちっちゃい敵多いですね。はい。さあ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 。はいはいはい。さあ、では四つ消しして。はい。四つ消しして。はい、と。いいですね。水。水。はい。いい闇。いいです。はい。では、殴っていきましょう。さあ、で、ダメージ吸収出てるんですね。まあ、出てるっていうか、まあ、出るんで。はい。ここはですね、ブチャラって打ちましょうね。はい。さあ、削って、あ、いいですね。はいはい。さあ、盾を張ってと。さあ、で、ブチャラティ溜まった欲しいですね。はい。ブチャラティ欲しい。はい。で、キュールセーター打っときますと。はいはい。さあ。あー、懐かしいな。私が来たのボイスとかも懐かしいな。はい。さあ。はい。なんか、オールマイトはすごい、ダックスさんのイメージがあるな。ヒロアカ好きなんだっけ、ダックスさんって。いっぱい動画出してたのかな、わかんないけど。なんか、3年前のヒロアカコラボの時、ダックスさんの動画をすごい見たような気がします。覚えてないけど。はい。さあ、こんなに他の YouTuber の名前出して大丈夫かな。当時の気持ちで名前出しまくってるけど、まあいいよね、別に。見てたって話してるだけだし。はい。さあ。では行きましょう。やっぱ、アムリナ6回じゃんの強っ。はい。やっぱ、アムリナの6回じゃ強いな。はい。さあさあ行きましょうね。はい。でもさ、そう考えるとさ、じゃあもしパズドラ、これ私の視聴者がパズドラ YouTuber になる可能性あるってことだからね。よく考えたら。うわ、そういうことだよね。だって今さ、若い人、今、社会人の人はならないと思うけど、今結構若めの人はさ、私の動画を見てる人で、パズドラ YouTuber になってる人がいるかもしんないってことだ。そうよく考えたら。はい、突破です。だって私何も考えてなかったもん。はい。その頃。3年前。2年前。いや、別に、だから私だって、YouTube 始める1秒前まで YouTube 始めようと思ってなかったから。はい。あ、ロックです。よし。さあ、殴っていきましょう。はいはい。このパーティー、向こう引っかかんないんですよね。はいはいはい。さあ、向こう貫通センターつけてるから。ウルフデートなに向こう貫通センターつけてるの見たことないけど、私は、今回のこの編集はね、ウルフデートなに向こう貫通センターついてるんで、関係ないですよね。はい。さあ、ってことで殴っていきましょう。はいと、さあ。はい。キー L 字あるんだって思ったらなかったですね。はい。さあ、で、殴っていきましょう。はいと。よし。はい、怒ってますね。風林火山と。よし、で、ロック。はい、ロックは、あ、アムリアの裏はグレオンが。グレオンが溜まってましたね。はい、グレオン撃ちますと。で、アムリアも撃ちます。さあ、で、はい。ここで竜面も撃ちましょう。で、光作っときましょう。光消えましたね、今ね。さあ、水汲んで、まあ、指も長いしね、ルーレットも2個あるんで、まあ、使いこなせるか、別としてね。はいはい。さあ、木取ってきて、木取ってきて、はい、だいぶ埋まってきましたね、色はね。さあ、闇を取って、はい、闇取ります。あ、これ全色組めましたね、おそらく。はい。さあ、はい。はい、OK です。さあ、火の四つ消しを入れて、これで殴っていきましょう。前職プラス回復組んでるんで、無効貫通潜在が発動して、ウルフデイトナで突破できします。はい、強い。ウルフデイトナが強いっすね。はい。さあ、ってことで、ネネです。ネネはね、これね、時間かかるんですよ。なぜなら、毎回陣してくるから。この階層がだね、ネネっていうかね。はい。さあ、めちゃめちゃ大変です、ここ。ずっとルーレット、この陣してくるからね。はい。じゃあ、まず殴っていきましょうね。あ、じゃあ、はい。で、火力もね、ウルフデイトナしか期待できませんからね。はい、大変なんですよ、この階層ね。はいはいはい。さあ、はい、火取って、火取って、火取って、はい、はい、オッケーですね。前職は組めてますか？あ、組めてますね。はい。さあ、で、削っていきます。はい、キュ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 。はい、ってことでね、はい、カット入れちゃいましたね。さあ、ということで殴っていきましょうね。はい。さあ、ラストワンパンって感じです。はい、まあ、こんな感じでね、毎ターンルーレットを食らうんで、めちゃめちゃしんどいってことです。はい。さあ、まあ、ルーレットいっぱいあるんでね。はい、頑張って色取っていきましょう。はい。さあ。こういうルーレットパズルはマジ難しいですよね。はい。まあ、その、まあ、一個のルーレット見とけばいいんだけど、なんかどうしても欲張って色いっぱい一気に動かそうとして失敗するみたいなことがね、多々ありますね。はい。闇を告げしして、はい、気取ってきて。
さあ、光も取んないといけないですね。あ、光取って、あ、いいですね。はい。さあ、奇跡的に左が揃いましたね。はい。さあ、光取ってと。さあ、はい。光が、いや、落ち込んがありますから。はい、OK です。よし。さあ、ではね。はい。6色組めてるんで、これで突破です。いい、よし。はい。ってことで突破です。続いて12階層ですね。はい。12階層も無効貫通敵です。はい。殴っていきましょうね。はい。さあ、攻撃を受けて、もこの辺はもう裏千住ですね、完全にね。はい。さあ、龍明撃って、ほい。さあ、アムリナも撃ちましょう。さあ、6色で殴っていきましょう。はいはいはい。オールマイトファスカってほんとさ、光属性パって感じするけど、やっぱ多色なんですよね、これね。いや、懐かしいな。ヌラリヒョン2体ループしてた人いる？ヌラリヒョン目覚めループ。目覚めとさ、あと、ヌラリヒョンがループしてて、強かったよね、当時。はい、私はそれ使ってましたね。オールマイトファスカに、サブ2体ヌラリヒョン使ってましたね。はい。さあ、待って、ここで殴っていきましょう。よした。半分まで削って、さあ、てか、あの頃はさ、私、汎用パンを作ってたね。最強パン1軍を作ってましたね。はい。今はなんか1軍とかないもんね。もう難しいダンジョンは本当に難しいから、専用の編成組まないといけないみたいな。で、それで言うとさ、今回のさ、裏千住、めちゃくちゃ難しくない？はい。もうなんか知らないリーダーしかなくない。多分、久々にパズランド動画見た人とか、わ、千住公認チャレンジやってるんだ、見ようって思った人、なんだこのリーダーって思ってると思うわ。はい。あれはね、なんでああなってるかっていうと、スキルターンプラス1のせいですね。あれのせいで、めちゃくちゃおかしいことになってます。パズドラの。なんだろう、環境おかしくなっちゃった。プラス1のせいで。だから、いつも見るようなリーダーじゃ勝てないんだよね。いつも使ってるようなリーダーで勝てないから、はい。みんな組めないんですよね、編成ね。はい。で、いつも使ってるようなリーダーで逆に勝ってるのは、無理やり勝ってるからあんま強くないんですよね。はい。そう、だから、あんま知らないリーダーの方が強いと思った方がいいです。裏千住頑張ってる人はね、知らないリーダーの動画見た方がいいと思います、多分。はい、その方が強いから。はい、っていうことで突破していきましょう。さあ、だいぶ登ってきました。オールマイトマスカで13階層ですね。はい、小田陽気比階層です。はい、殴っていきましょう。さあ、ここは毎ターンロックしてきますからね。はい、なるべく早く突破したいですね。さあ、行きましょう。よし。さあ、はいはいはい、水を集めて。はいと。さあさあさあ、はい。はいはい、闇四つ消し、火翼四つ消し、あ、いいですね。さあ、はい、四つ消し。はい、火。はいと。よし。さあ、火取ってきて。よし。はい、じゃあ殴っていきましょう。よしよしよし。さあ、全色組めてますね。さあ、で、削りですよ、問題は。さあ、ウルフデイトナが頑張って削ってます。あ、いいですね、通販できそうですね。さあ、アムリナも次溜まってくれてるんで、ロックされても6解除ができますし、盤面が6色ありますね、そもそも。そもそも盤面に6色ありますと。はい。さあ、では6解除して。いや、マジでアムリナはルレット先生6解除偉すぎるな。はい。さあ、では行きましょう。はいはいはい、四つ消しして。はい、四つ消しして。はい、さあ、四つ消し。さあ。はい、ルレット1箇所使えなくなりましたね。はいはいはい。さあ、水取って。水を取って。さあ、木も組めてないですね。はい。さあ、まあ、木持ってますが。はい。はい。気取って。はい。いいですね。はいと。はい。OK ですね。では、殴っていきましょう。はい。はい。はいと。さあ、突破できるかな？もう一回同じ半分以上の削りをすれば倒せますが、どうですか？はい。OK ですね。まあ、ウルフデータがずっと乾燥してるから、まあ、そりゃそうですね。さあ、ってことで、アテナ階層です。アテナヘリオスは結構外れ的ですかね。どちらかというとね。はい。さあ、他のアテナの方が多分倒しやすかったですね。さあ、で、盤面も縮められますと。こいつもね、時間かかるんですよね、突破するのね。はい。あ、でも、まあ同じぐらいかな。はい。水のアテナもルレット作ってくれるけど、まあルレット作ってくれるからまあいいかってことか。はい。さあさあさあ、じゃあ6色組んでね。ね。まあ、できればウルフデートの色はね、メイクみたいですけど。なかなか難しいですね。はい。さあ、ってことで盤面10個もですね、殴っていきましょう。はい。よしと。さあ、コンボカさん入って、これで削っていきましょう。はい、ということでね、削り、まあ、かなり渋いんでカットしました。はい。さあ、で、無効貫通はあと2ターンになってますね。はい。もうだいぶターン経過してます。さあ、では、アムリニア打って、火を告げし、火薬を告げし、水を告げしね。はい。さあさあさあ、火くんで、ね、さあさあ、はい、闇も落としてね。よしと。さあ、
落としパズルって結構危険で、気づいたらね、あ、やべえ、崩しちゃってたってことがあるのでね。はい。はい。ってことで殴っていきましょう。はい。落としパズルは破壊してますね。しっかりね。はい。さあ、では6色組んで、まあ、これぐらいだったら倒し削れるでしょう。はい。突破です。さあ、ってことで、いよいよ、たどり着きました。ボス階層でございます。はい。さあ、ボスね、ボコしていきましょうね。はい。さあ、コウモ現象と。まあ、コウモ現象はね、しんどいですが、頑張りましょうね。はい。さあ、はい。ウルフデートなんで、上限を上げて、はい。で、竜面を打ちます。さあ、行きましょう。四つ消しです。はい。さらに四つ消し。四つ消し。はい。さあ、はいはいはい。さあ、四つ消しすぎるとね、食らっちゃうんで、あれをね、コウモ現象食らっちゃうんで。はい。四つ消しすぎないようにしながら殴っていきましょう。はい。さあ。これ綺麗に組み切りたいですね。はいと。はい、よし。さあ。ということで、盤面最大組めてますね。これでコンボ数が13コンボですね。素晴らしい。では削っていきましょう。はい、ハム削れてますね。いいです。いい感じです。さあ。で、おごってます。まあ、これ表なんでね。はい、ダメージ吸収と。はい。さあ、マイナスドロップも作られます。いやー、きついですね。はい。で、ここカウントダウンなんでね、待ちましょう。はい。まあ、どっちみちでコウモ現象を残した状態で突破してもあんま意味ないんでね。はい、ここは待っていきましょう。マイナスドロップを消しながら、待ちます。はい。さあ、あと2ですね。さあ、ではブチャラティ打っていきましょう。保険です。さあさあさあ、はい。では削っていきましょう。はい。ただ、落ち込んなしもあるんでね、これね。はい。落ち込んなしコウモ現象あるんで、めちゃめちゃ綺麗にパズル組まないと、はい。きついですね。はい。はいと。はい、OK です。では、殴っていきましょう。はい。はいはいはい。さあ、4コンボでしたね。さあ。ということで、はい、コンボ現象終わりましたね。さあ、じゃあ、軽減ループも発動させて、はい、アムリニアも打ちます。はい。ウルフデータのも打ちましょう。さあ。で、リュウメイも打ってね、コンボ加算も入れていきましょう。はいはいはい。さあ、盤面はもう三色地みたいになってますが、木と闇を取っていきましょう。はい、木取って。で、四つ消しして、四つ消しして、闇取って、はい。さあ、闇取って、四つ消し、水も取ってきて、四つ消し、はい、いいですね。さあ、光繋がっちゃいますね。はいはいはい。光が。はい。光が。おー、うまい。さあ、では殴っていきましょう。よしと。さあ、これで突破していきましょう。よしと。はい、突破です。さあ、ってことで、たどり着きました。最終ボス階層、最終形態でございますね。はい。さあ、ここです。頑張りましょう。削るだけですね。はい。で、超根性後は、ファスカとリュウメイ打ちましょうね。で、あとは、発狂踏まないように削っていくだけです。はい。では、行きましょう。さあ、まあ、無効貫通もないですからね、全員の火力が反映されます。別に、まあ、全員の火力がそんな高いわけではないですけど。はいはいはい。さあ、光四つ消し、火力四つ消し。はい、火も四つ消しです。はい。火かき集めてきて、さあ、はい。はい、では殴っていきましょう。はい、コンボ数が落ち込んで、11コンボ、OK。さあ。さあ、結構ね、このね、10コンボ吸収もね、天敵ですね。こちら2コンボ加算しかないんでね。はい。さあ。さあ、攻撃を受けて、はい、アムリります。アムリ待って、さあ、で、ウルトラって殴っていきましょう。はい、ウルトラね、これ、まあ、火属性ではありますが、火力は期待できますね。はい。さあ、まあ、火力の要ですからね、このウルトラはね。はい。さあ、貴族性も取って組んで。はい。いいよしと。素晴らしい。さあ、ぴったしですね。上と下のルーレットも。はい。では、殴っていきましょう。はい。コンボ数は14コンボ。はい。さあ、落ち込みですよ。はい、ですよ。はい、ですよ。さあ、これで削りが？いい削りですね。さあ、もうすぐ半分です。さあ、もう線はね、タクッといけそうですね。はい。さあさあさあ、もうね。失うものっていうか、温存するものも何もないですから、しっかりとウェイ組んで殴っていきましょうね。はいはいはい。さあさあさあ。はい、よしと。はい、光も四つ消し組んで。さあ、はい、あそこ火にしたいですね。回復、なるなと。はい、まあいいでしょう。殴っていきましょう。てか、ちょっともうハブ行くもんね。はい。さあ、はい、削っていきまーす。いい、よし。よし、これでハム行きましたね。さあ、では、消せない回復はファスカで返していきましょう。はい。で、コンボ現象なんですよね。これね。はい。さあ、ファスカ打って、
さあ、アムリナも打ちます。はい、で、はい、竜明でコンボカさんも入れていきましょう。はい、さあ行きましょう。はいはい、火四つ消しの、光四つ消し、はい、回復四つ消し、で、火もまた四つ消しですね。はい。さあ、で、闇四つ消しです。あと、木となんか必要ですね。はい。木はとりあえず必要ですね。はいはい、木。いや、水、木。はい、完璧です。さあ、はい、回復組んで。はい、いいですね。では、殴っていきましょう。はい、はい、はい、12コンボですね。さあ、コンボカさんが功を制して、これで殴っていきましょう。いい、よしと。さあ、で、削りこんなもんです。発狂踏まないように気をつけてください。まあ、あと、こっから2、3パンって感じかな。はい、じゃあ、ウルトラを打ちましょう。はい。さあ、殴っていきます。四つ消し、四つ消し。はい。さあ、闇くんね。光も四つ消しです。はい。さあ、木取って、木取って。はい。さあ、殴っていきましょう。いいよしと。さあ、コンボ現象もないですからね。はい。さあ、これで発狂踏まないように削って。はい。あと一発ですかね。いいよしと。さあ。では、ラストパズルですね。よしと。はい。裏も溜まりましたね。これ、発狂踏んでますね。はい。発狂のリラフレヒースト食らってますね、しっかりね。はい。さあ、クルセダーなんてね、まあ、打つ必要ないですが。はい。行きましょう。ファガンのコンボカさんは意味ありますね。はい。では、行きましょうね。はいはいはい。さあ、はい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 。四つ消しして。はい。さあ、四つ消しして。あ、火がずれて、火がずれてますね。やっぱね、ラストパズル緊張しますからね。はい。火がずれてますが、大丈夫ですか？はい。さあ。はい。組み終わった後にね、このね、ずれてる火を見て絶望するんですよね。さあ、落ち込んです。ありがとうございます。はい。では、これで削っておしまいです。はい。ってことでね、よかったら、参考になったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムこんな感じになっております。はい。さあ、まあ、さすがにね、長かったですから、立ち回りも長いですね。では、続いて、代用解説やっていこうと思います。どこに需要があるかわかんないですけど、代用解説やっていこうと思います。どうぞ。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、オールマイトにクルセイダー、ブジャラティにワルリン、アムリニアにアレキサンダー、ウルフデイトラにグレオン、リュウメイにイズナ、ファスカにファガンです。継承全部スキレベ1で OK で、HP プラスは別になくても大丈夫です。必要 HP は 323,214 ですね。で、必要スキル25、バッチは HP です。リラフレ逆は NG ですね。チーム HP は全部で8個あります。クルセイダーはスキブチーム HP 軽減ループが役割ですね。スキブやチーム HP 気をつけて軽減ループで OK です。ラビリルとかアウラとかアレンドとかアテンとかチャコルとかルオがおすすめです。続いてワルリンです。こちらスキブと泥鏡とフェイストと副属性変更闇が役割です。スキブ泥鏡気をつけて副属性変更闇武器なら内容可能ですね。カズヤとかキュベレイとかカミラとかロビンとかディエナがおすすめです。続いてアレキサンダーです。こちらスキブと泥鏡とチーム HP が役割ですね。スキブやチーム HP 気をつけて泥鏡武器なら何でも OK です。ニューガンダムとかハロウィンソニアグランとかクリカーリーとかバレサキアがおすすめです。続いてグレオンです。攻撃タイプ追加と火力盛りがおすすめですね。火力気をつけて攻撃タイプ武器だったら何でも OK です。GS デイトナとかイズナとかブルックとかルフィとかマルコがおすすめです。続いてイズナです。これは攻撃タイプ追加とチーム HP と火力盛りが役割です。火力とチーム HP に気をつけて攻撃タイプ追加武器で OK ですね。ブルックとかルフィとかサイクロプスとか、なんだっけ、とかレイジとかで OK です。続いてファガンです。これスキブとチーム HP と雲が役割ですね。スキブやチーム HP に気をつけて雲武器だったら何でも OK です。アイアンマンとかカズヤとかジューレンとかロザリンとかアマツとかメノアとかユラとかチュウとかジョイラがおすすめです。続いて本体代用のための役割です。ブジャルティはスキブロックで攻撃タイプ追加とダブル吸収無効と帯が役割ですね。スキブ耐性中を気をつけて攻撃タイプのダブル吸収武器だったキャラだったら何でも OK です。シグルツとかマリウスとかティエラがおすすめですね。続いてアムリニアです。こちらスキブ4で威嚇で攻撃タイプとルーレットと指延長が役割です。続いてウルフデイトナですね。こちらスキブ5で火力枠で自動回復と生成が役割です。スキブや火力気をつけて火力出るキャラなら何でも OK ですね。ロイヤルノーティラスもおすすめですね。ウルフデイトナの方がパズルが楽って感じです。続いてリュウメイです。こちらスキブ4で火力枠で L 字でコンボ加算と6解除生成が役割ですね。スキブや火力コンボ加算に気をつけて L 字プラスコンボ加算キャラで OK ですね。シグルズとかサギリがおすすめです。ということで、以上です。もしね、よかったら参考になったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。